市川桃之助5月8日から1978年1月15日は、歌舞伎役者、映画俳優、映画監督。サイレント映画の時代に、桃ちゃんの愛称で親しまれ、前世紀には、バンドをつまさと人気を二分する、剣劇俳優であった。戦後は芸名を、届きただと名乗った。本名は、上田直政。広島県広島市に生まれる。 1911年、大見源氏先人館の小四郎で、初舞台を踏む。12歳の時、市川中車の門下となりチンコ芝居の一座を組織して、各地を巡業、羽村家一派、中村先尺一座などにも加入出演した。1922年9月、17歳の時に、帝国金円芸古坂撮影所へ入社、同年、中川四郎監督の異端者の恋や、 大江戸の武士に出演し、映画俳優としてデビュー。このあたりから凄まじく人気が上昇。白塗りのメイキャップに派手が立て、前髪立ちの故障に噴射日男子ぶりを看板にする、チャンバラ劇を演じて、大正末期には一番の人気スターとなる。1925年の小坂撮影所の閉鎖、全員解雇で解雇され、同年4月の三角稲の内紛による、アシア撮影所の独立による、 アシア映画制作所設立に参加、長尾白区監督の、長尾売り出す前後編などに主演した。同年中に、内紛は収まり、無事、アシア撮影所に復帰した。1927年、市川桃之助プロダクションを設立、森本虎尾監督、小国久しの書き下ろし脚本の新作を三角どと、共同制作した。人気絶頂期には、会社の言うことも、 監督の言うことも聞かない暴君と化したと言われるが、1930年頃から人気が下り坂となり、同年、三角記念を退社2年余り実演の旅を続けた末、1932年には河合映画に入社した。河合が大都映画に改祖すると、引き続き大都と提携して、自ら主演の剣劇映画を量産した。1933年、大都を退社し、 日活渦ず撮影所に入社。陶金にも出演を開始し、同年の赤垣玄造と堀部康兵までは主演したが、その後は脇役に回った。本作では白塗りをステリアルなメイクで周囲を驚かせた。怪盗白ト金など、大河内伝次郎の滑稽芝居の喜劇物にも共演した。1938年、池田富宮監督の 赤垣玄三を最後に第二次世界大戦後まで出演記録が途絶える。当時の読売新聞によると俳優を引退し薬屋を営むことにしたという。日活をやめた後は女剣劇の一座に加わってしがない旅を続けているうちいつしか消息を絶ったとも言われる。戦後は役らしい役ももらえずチャンバラの絡みで生きていたとも言われるが、 1954年11月1日、東映京都撮影所が制作した、丸根三太郎監督の東千代之介主演映画、龍子八天狗に今川瀬宮美役で出演して、映画界に復帰。すでに48歳になっていた。1961年、工藤栄一監督の市川歌右衛門、東千代之介のスター映画、発光流期帯での茂ゲル兵役を最後に、 映画界を去り事実上引退した。晩年は半身不随になり、別府温泉で寂しく療養していたと言われる。1978年1月15日、心不全のため東京都世田谷区の自宅にて死去。71歳。生涯に200本以上の映画に出演。そのうち150本がサイレント映画だった。牧野正宏によると、 桃之助は目玉の松ちゃんの次に売れた巻きの映画のチャンバラ、大スターだったが、もともとは顔立ちが松之助に似ていたので役者になれたのだという。大正11年に関西青年歌舞伎座の桃之助が三角記念に入社すると前髪立ちの若手姿で女子供の人気の的となり、トドちゃんがほなる雑誌まで出た。立ち回りの裾から真っ白いふんどしがこぼれる。 これが娘たちに受け、ふんどしトどちゃんとも呼ばれた。林長次郎が現れるまで、世の女性たちの人気を一手に集めた、時代劇スターは、この、トどちゃんだった。この下着をあらわに出し演じる男性ストリップは、女性観客に受け、あまり女性向けとは思われないチャンバラ映画に、女性ファンを集めた。女性観客は黄色い声を張り上げ、キャーキャーと失神戦ばかりの騒ぎであったという。 女と見まがう美男和歌手が髪を振り乱し、おしろいを塗った太ももをあらわに剣を振るう姿には、盗作したエロティシズムがあった。市川歌右衛門は、大正十三年に、三角根から映画入りの誘いを受けたが、これを断り、翌年巻きの映画に入社している。歌右衛門によると、三角根にはその頃、舞台で一緒だった桃之助がおり、桃之助にできるんなら、 私にもできるんではないかと思ったという。若かったですからね。でも、その頃、私、舞台で主役やっていましたから、舞台が面白くて面白くて。それで、この時はお断りしましたと語っている。人気絶頂の頃の桃之助には、大河内伝次郎、坂東つまさぶろうさえその人気には勝てなかった。ある時真剣を持って、立ち回りをやることになったが、 若い桃之助は少しずに乗りすぎたか、撮影の合間についたケミツを持てそんだ。普段の癖が出て、弟子にさっと切りつけたところ、真剣の重量に手元が狂い、本当に切ってしまった。新聞は、桃之助狂乱、剣撃スターの人情座汰などと書き立て、それ以来、桃之助の人気は凋落し、第一線から陥落してしまった。日活のバイプレイヤーになった桃之助は、 稲垣博士に、わしは4歳の頃から、チンコ芝居の座長でやってきて、映画のスターになってしまったので、辛さ、厳しさというものを、一つも知らなんだ。今初めて自分の不心意が分かったと話したことがあったが、それは桃之助がまだ30になったばかりの時だった。ありがとうございます。